2021年7月25日現在の上海台風情報をお届けします。大型で強い台風6号、インファは、今後、強い勢力となり、上海にかなり接近する見込みです。この後正午頃、暴風域に入る上海外滩からお伝えします。はい、現在少しずつ雨風ともに激しくなってきてます。時間が経つにつれ風がかなり強くなってきていて、道路上の草木の揺れも激しくなってきてます。大型で強い台風6号は中心気圧965ヘクトパスカル、最大瞬間風速50メートルで非常に強い風が吹く予想となっております。この後正午から暴風域に入り、沿岸は大しけが続く予想となっています。暴風、大雨、高波への警戒が必要です。以上、外滩からお送りしました。はい、現在少しずつ雨風ともに激しくなってきてます。時間が経つにつれ風がかなり強くなってきていて、道路上の草木の揺れも激しくなってきてます。大型で強い台風6号は中心気圧965ヘクトパスカル、最大瞬間風速50メートル、非常に強い風が吹く予想となっております。この後正午から暴風域に入り、沿岸は大しけが続く予想となっています。暴風、大雨、高波への警戒が必要です。以上、上海外滩からお送りしました。